なって思いました。あと日向坂でおえい喋ってる途中にこんな爆弾入れたらもうあれだよ、印象変わっちゃうよ。はい、ということでさあ受賞 VWX ドームかけやもんです、よろしくお願いします。最初にさあマリオレインボーロード、さあ行こうぜスタート。さあということでまずアイテム獲得していきたい。さあこのチャンネルは私夢を追い続ける男かけやもんが様々なゲームに挑戦するチャンネルでございます。チャンネル登録したい方チャンネル登録の方よろしくお願いします。さあ頑張っていこう。さあ行くしかないね。よし、行こうね。さあちょっとね、もうちょっと結構ね先再開が続いているので、まあちょっとここ頑張っていかなきゃいけない。さあ行くしかない、行こうぜ行こうぜ。そっけ、さあここナイスカーブ、そこね。そっけ、さあ行くしかない。今4位だけどまあ油断禁物ね。よし、さあ OK、 さあここで使うか。さあ3だ、これ来るんじゃないか。うわー、まあ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 、そっけいいよ。お、意外にパワフルね。うわ、やばい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 。そっけ、さあ今9位ね。さあでも大丈夫よ。さあ9位、うわー、どちらか逆の方がいいかもしんない。逆の方がいいね。さあ最悪のパターンだけ回避したい。 OK、 さあいいよ。さあどんどん行こうね行こうね。でももう人がそんなにいないな。うわー9位。はい、ということで第2レースはレインボーロード、さあということでまずアイテムを獲得していきたい。さあということでまずはアイテムを使っていかなきゃいけない。うわー、だがちょっとねアイテムが最近ね、まあ、ついてねえんだよな。さあ頑張っていこう。そこいいね。オッケーオッケーオッケー。さあでも大丈夫大丈夫。さあまず乗り越えていこうね。うわ今日ダメな日かもしんねえ。さあ頑張っていこう。そっき今5位。うわー、まあ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 、うわー、まあ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 、きついね。さあということでねまずね12頑張っていきたい。そっきこうね。さあ OK、 進んで OK10 位 OK、 ナイスナイス。でも10位ですけどね本当。はい、ということで第3レースマリオサーキットと、さあということでまずねアイテムを回収していきたい。
さあ、ということでまずね、アイテムを回収しながら頑張っていきたいと思うんですけど、じゃあここで本日のプレイヤーネームを発表します。本日のプレイヤーネームはカホリン頑張ってということで、藤島カホさんという日向坂46のメンバーなんですけど、4期生の子なんだけど、最近ね、去年の、下半期ぐらいから、そう、藤島さんに結構ね、ハマってきてるんですよ。あれですね、なんだっけ、見たことのない魔物というダンスを、見たときに藤島さんセンターだったんですけど、その子がすごい可愛い動きしてて、とっても可愛いなと思いました。あと日向坂で、おえーい、喋ってる途中にこんな爆弾入れたらもう、あれだよ、印象変わっちゃうよ。さあ、ということでね、続きなんですけども、見たことのない魔物っていう曲のセンターやっている藤島さんが、もう本当にすごいね、可愛い動きして、すごい可愛いなと思ったんですよ。で、そして、今年の4月10日に発売されるシングルから、選抜制になって、藤島さん2列目、すごい素敵だと思いますし、これからね、選抜制になってきますけど、頑張ってほしいなって思いますし、もうこれからもね、活動も頑張ってほしいなと思います。さあ、頑張っていきたい。さあ、ちょっと待ってよ。うわ、最下位。うわ、ちょっと待ってよ、もう。あの爆発でも全部飛んだやん。うわー、もう最悪や。入ってくる第4レッスン、DK ジャングル。スタート。さあ、最近もう本当に調子が悪すぎる。さあ、ということで頑張っていかなきゃいけない。さあ、行こうぜー。よし、行こう、ゴー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 。はい、行くぜ。さあ、頑張っていきたい。さあ、クラクションですね。さあ、防げますね。被弾はある程度、被弾なら防げる。さあ、2位ですね。ちょっとここは気をつけていかなきゃいけないかな。うわー、これを捨てきれない。うわ、ちょっと本当に勘弁してほしい。そっけ、いいよ。今8、7。さあ、いけるよ。さあ、オッケーよ。今7位。さあ、こっから逆転あるか。やってほしい。さあ、行くからね。さあ、どこで使うか。ここだ。さあ、頼むよ。3で開けてほしい。うわー、ちょっとこれはちょっとあれか。うわー、ちょっと危ね。よし、オッケー、いいよ。曲がりきれた。いいよいいよ、曲がりきれてるから。さあ、いいよ。さあ、頼む。うわー、逆の方がありがてんだよな、これ。うわー、12位だよ。いやー、これも何回も見たよ。もう見ましたよ、12位は。はい、ということで第5レースはチェックタクロック。さあ、もう最下位は見飽きてるからね。さあ、こっからよ、頑張っていこうね。さあ、こっから。ステトゥー。さあ、頑張っていこうね。さあ、もう最下位は見飽きてますから。
まあそろそろまあいいのを取らないと、まあさすがに大変なことになってしまう。うわあ、ちょっと待ってくれよ。さあもう悪い取れたから取れましたかね。せくよ、こっからが勝負。まあいつも勝負だけど特に勝負。さあ OK、 さあ行こうね。今9位。そっけ、さあ行くよ。そっけ、さあ7。わあ、まあ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 いいでしょ。さあ今10位。そっけ、さあもう一回いくよ。よし、オッケー、オッケー、さあ行こう行こう行こう。うわあ、7位。7位か。はい、ということで第6レースはココナッツモールスタート。さあということで、まずはアイテムを回収していかなきゃいけません。そっけ、さあまずはアイテムね、使っていきましょう。オッケーオッケー、いいよ。さあまずアイテム回収していこう。さあ行くしかない。さあ今4位ですから、まあちょっと気をつけた方がいいよね。さあ今5位ね。さあ行こうね。うわー、マジかよ。ちょっとつまんね。うわー、またまたこれだよ。ほんともう頑張るしかないよ。もうもう勝ちで貢献するしかないかな。うわー、よし、このアイテムが本当に重要、本当に重要だからね。そっけ、セクション。そっけ、セクションよ。うわー、10位。